日向型と出雲型の誕生によって、来年にも日本の空母は4隻体制となる。空母を4隻保有していること、または2タイプあることは何を意味するのでしょうか。そして、戦闘機搭載に関しても議論される日本の空母は、今後、どうなっていくのか一緒に見ていきましょう。まずは、日本の空母が4隻になる意味について考えてみましょう。2015年10月に実施された海上自衛隊の観艦式は、3年に一度行われる海自最大のイベントであり、当時の最大の目玉となったのが、新鋭護衛艦出雲の初登場であった。出雲は、2015年3月に就役した全通飛行甲板を持つ航空母艦である。そして、海上自衛隊の航空母艦としては、日向型の日向、伊勢に続く3艦目となった。しかも、出雲は、日向型に比べて一回り大きく、自衛隊最大の艦艇となって誕生したのだ。また、同年8月には、出雲型の2番艦、加賀も進水しており、現在は、偽装作業が完了して、試験航海も11月に行われた。この加賀が就役したことで、海上自衛隊は、日向型と出雲型をそれぞれ2隻ずつ、合計4隻の航空母艦を保有することになった。艦艇は、長期にわたって、ドッグ入りする整備機関や乗員の訓練機関、そして、実戦投入が可能な機関を必要とし、それぞれが3分の1ずつを占めるため、4隻体制となったことによって、常時1から2隻の航空母艦が即応可能な体制を取れるようになった。しかし、実は、この、日向型と出雲型に求められる役割や能力が若干異なっていた。まず、この動画を見ている人の中には、日向型と出雲型は護衛艦であり航空母艦ではないと思っている人も多いでしょう。しかし、それは完全な誤解である。海上自衛隊における護衛艦とは、水上を航行する戦闘能力を有する艦艇に与えられる艦種であり、一般的には、軍艦あるいは戦闘艦に該当する用語となっている。例えば、金剛型や愛宕型は護衛艦とされているが、世間一般的にはイージス艦と呼ばれているのと同様に、日向型や出雲型も護衛艦ではなく、実際は航空母艦と呼ばれている。この航空母艦、日向型の日向と伊勢に関しては、満載排水量1万9000トン、全長 197m となっており、出雲が就役するまでは、海自最大の艦艇として君臨していた。主な艦載機は、SH-60J、K、シーホーク哨戒ヘリコプターであり、3機を同時に発着艦させる能力を有するほか、飛行甲板とエレベーターで結ばれた格納庫内には、最大10機も収容可能だ。そして、日向型の主任務は、我が艦隊への敵潜水艦の接近を阻止する追戦作戦である。そのため、単魚雷発射艦及びアスロック対戦ミサイルなどを格納する16セルの垂直発射装置 VLS を有し、航空母艦としては結構な重兵装であることが特徴的である。一方で、出雲型の出雲と加賀は、満載排水量2万7000トン、全長 248m と、前述した通り、日向型よりも一回り大きく、SH-60J、K を5機同時に発着艦可能であるほか、格納庫内には15機も収容可能である。しかし、日向型のような単魚雷発射艦や VLS は有しておらず、最低限の自衛用兵装しか搭載されていない。そのため、潜水艦への攻撃は、SH-60 や両艦に委ねることになる。そして、F-35B 垂直離着陸戦闘機の艦載を語る以前に、最低限の兵装しか持たない出雲型は、対潜能力重視型の日向型に比べ、より広範な任務に対応できる本格的な航空母艦としての機能が重視されている。例えば、日向型、出雲型は、共に、手術室と集中治療室を備えているが、病床は、日向型8床に対し、出雲型は35床も準備している。そのため、島嶼防衛における上陸作戦時のヘリコプター拠点としては、出雲型が優先されるだろう。また、出雲型の方が飛行甲板も広く、
大型の榴弾砲や軽装甲機動車を展開するにも有利である。これはあくまでもどちらがよりその能力が高いかという話であり、ヒューガ型が上陸作戦の拠点となることも考えられるため、出雲型も対戦作戦の中核としての役割を担うことが可能だ。そして、ヒューガ型と出雲型の両艦いずれも SH-60J-K の他に、大型の輸送・掃海ヘリコプター MCH-101 を艦載させる。しかも、必要に応じて、陸自の UH-60J、ブラックホーク、UH-1J、ヒューイ、CH-47J、JA、チヌーク、V-22、オスプレイの運用まで行うことができる。一見すると、空母のような大隅型は、劣気とした輸送艦で、上陸作戦に特化している。ヘリコプターの発着艦も可能だが、格納庫を持たず、固定の艦載機もなく、一般的に航空母艦と呼べるような能力は持ち合わせていません。日本を取り巻く九州離島環境の安全保障における最大の課題が浮上し、これを解決することを想定した日本版海兵隊水陸機動団が発足する中、懸念されていたのが海上輸送力の確保であった。有事では、第一空挺団による空挺降下や現地空港を活用した迅速な空輸も行われるだろうけども、多くの人員や装備を運ぶとなれば海上輸送に頼らざるを得ず、そこで必ず投入されるのが海上自衛隊の輸送艦大隅型というわけだ。大隅型が登場する前の海自は2000トン級の低速輸送艦しか持っていなかったため、輸送力と高速航行力を兼ね備えた大型輸送艦を切望していた。そして日本政府も1990年代の PKO 派遣を鑑みて、外洋航行に適した大型輸送艦の必要性を痛感した結果から、大隅型3隻の建造を認可した。それまでの海自輸送艦が海岸に乗り上げるホバークラフト型だったのに対して、大隅型は沖合に展開しつつ、L 客集艇や輸送ヘリを使った揚陸方法を採用する運びとなった。特に、米海軍でもよく目にする L 客集艇は、最高時速 92km という快速を誇りながら、戦車1両または大型車両3、4台を一気に海岸まで運ぶことが可能だ。大隅型の全体としては、陸上自衛隊の1個中隊に値する約330名の歩兵を乗せて、長期航行に備えた居住スペース、まだ確保されている。一方、装備面では、73式大型トラックならば、最大65両、重さ50トンの90式戦車でも18両を乗せることができるため、大隅型が3隻いたら、1個連隊規模の輸送ができる計算になるということだ。また、海自艦艇として初となる全通式甲板を採用したおかげで、CH-47 輸送ヘリのような大型ヘリの離発着が可能となり、最近では、改修工事も入り、V-22 オスプレイの運用にも対応できるようになった。ただし、前途したように、航空機用の格納庫と整備機能はついておらず、アメリカ級強襲揚陸艦などと比べると、航空運用能力は極めて限定的である。ところが、一定の航空運用能力しかない大隅型でさえも、収益時は空母や強襲揚陸艦ではないかと、一部の無知識人の指摘を受けた。格納庫を持たず、車両用エレベーターしかない大隅型が空母となれるわけもないのに、無理やりスキージャンプ台を設置したとしても、22ノットという速力と 178M の全長では、固定翼機の運用は不可能である。この格納庫がないという点は非常に重要で、これをもって、大隅型は、強襲揚陸艦でも空母でもなく、ドック型輸送揚陸艦に分類されているわけだ。やはり、空母や強襲揚陸艦という表現は、国家の威信財力の象徴としてみなされることが多い。すでに、そうした風潮は強く現れており、ヒューガ型、出雲型に、艦載予定の F-35B、ライトニング II 垂直離着陸戦闘機の議論がなされているくらいだ。攻撃は、最大の防御と言われるように、すべて日本を守るためにやっていることなんだから、国民の皆さん、もっと理解しましょう。
日本、イギリス、イタリアの3カ国による GCAP、グローバルコンバットエアプログラム、グローバルコンバットエアプログラムミーがいよいよ動き出しました。これは新たな戦闘機の開発を目指すプロジェクトです。日本は前例のごとくアメリカのロッキード・マーティン社との共同開発だろうと予測されていましたが、逆転大気な変化を見せました。今回は日本の IHI 社とイギリスのロールス・ロイス社の協力による機関部の開発について見ていきましょう。2022年12月9日、新たな戦闘機開発の枠組みを GCAP と命名し、日本とイギリス、イタリアの3カ国で共同開発を行うと正式に発表しました。日本とイギリスでは、2021年末、次期戦闘機のジェットエンジンの実証実験を行うと決定し、2022年初から IHI 社とロールス・ロイス社において実証実験をスタートし、2月には、次期戦闘機用のレーダーやセンサ類の実証実験機の共同研究についても決定していました。したがって、今回 GCAP が始動したことは、各国政府がこれまでの流れを公式に認め、満を持して公表したと言っていいでしょう。この GCAP で開発される戦闘機の将来ですが、空自が運用している F2 戦闘機とイギリス空軍とイタリア空軍が運用しているユーロファイタータイフーンの後継として採用されるそうです。日本とイギリスの次期戦闘機に関する協力関係は、この2年ほどで急速に強化されましたが、これまでアメリカのロッキード・マーティン社が、開発技術のサポートとして関わるのが当然という動きに区切りをつけたことになります。太平洋戦争での敗北後は、軍備につながる産業分野では、アメリカ製機体を製作に応じて日本企業が調達するという形でコントロールされていたため、航空機の開発技術も大きく後退することになったのです。今回の次期戦闘機開発目的は、現在、空自が保有している F2 戦闘機の後継機ということです。F2 戦闘機開発の段階では、国産機を開発する計画でしたが、その当時は、エンジン部の製造が技術的に難しかったので、三菱重工業者を中心としつつも、アメリカとの共同開発になってしまったのです。F2 開発当時は、日米貿易摩擦が大きく影響し、日本とアメリカの政治的問題から、アメリカの F-16 を土台にすることが要求されたため、残念ながら国産化は果たせませんでした。その F-16 戦闘機の各部において、胴体を延長したり、主翼の大型化など、機体全体の大型化が行われただけでなく、最新電子技術も含めた大掛かりな変更が加えられ、対艦攻撃能力が強化されました。ところが、完成した F2 戦闘機のコアである制御部分の情報は日本に公開されなかったのです。つまり、状況変化に合わせて日本で自由な仕様変更が行えなかったということです。こういった F2 戦闘機開発の苦い経験をもとに、その後継機開発に関しては、三菱重工業者を主契約企業として、その下に国内の各分野の関連企業を集めて、開発の主導権を日本が有することを前提として事業を進めてきたというわけです。もちろん、ロッキード・マーティン社やボーイング社との技術支援も当然視野に入っていましたが、システムなどの大事な情報をまたブラックボックス化される可能性がある状況で、日本とアメリカの意見が合わなかったのではと思われるのです。そこで、次期戦闘機開発において、戦後初めてアメリカ以外の国で協力開発、配備することが決定したのです。GCAP は、これまでのアメリカとの関係とは違い、対等な関係での開発になると期待されています。さて、今回の GCAP の開発にあたっては、日本は、三菱重工業者が主契約者となり機体を担当、IHI 社が機関部、三菱電機社が電子機器を担当することが決まっています。そして、イギリスは、BAE システムズ社が、全体の統括と機体、ロールス・ロイス社が、機関部、レーザー、センサ部の電子機器等をレオナルド社が担当するので、チームテンペスト計画そのままの布陣です。そもそも、この GCAP が決定する前は、F2 戦闘機の後継機には、IHI 社が製造した国産エンジンを使用すると見られていました。
というのは、防衛装備庁と IHI が開発を進めてきた実証実験機用に開発した XF5 エンジンや XF9 エンジンがありますが、これらはタービン入り口付近の高温に対する耐熱性や発電能力、ステルス性確保に対する推力など、次期戦闘機に十分に対応し得る品質を持っていることが明らかだったからです。製造された XF9 エンジンは、地上での動作確認で、アフターバーナーの使用時には、最大推力約15トン以上、空気吸入用のタービンの入り口付近の温度でも約1800度 C を叩き出し、世界標準クラスの数値を示しています。この FX9 エンジンは、2010年から開発スタートしたもので、基本的なコンセプトは、スリムで大出力であるハイパワースリムエンジンと呼ばれました。近年では、戦闘機による空対空戦闘は減っていますが、今回の FX9 の大出力は、戦闘機の高機動性を保持するためには不可欠な条件であり、敵ミサイル等の攻撃回避にはとても重要なのです。と言っても、実用機でのテストはまだ行われていないので、量産化には時間がかかりそうですね。戦闘機開発において、国産化に向けて一定の成果を上げている XF9 は、次期戦闘機への搭載が期待されます。さらに、イギリスのロールス・ロイス社との関わりの中で、これまで培ってきた技術がどのように活用されるかも注目されます。イギリスのロールス・ロイス社といえば、イギリスやイタリアが採用している現行のユーロファイタータイフーン機関部の開発も主導しており、世界的なエンジンサプライヤーです。高級車で有名な企業ですから、エンジン技術が高いのは当然ですね。そのロールス・ロイス社ですが、テンペスト計画における機関部の開発には難航していると伝えられているそうです。戦闘機の機関部の開発の難しさを考えさせられます。しかし、ロールス・ロイス社の技術力は、アメリカには劣るとはいえ、日本の XF9 エンジン技術よりは、はるかに高いのです。これからの戦闘機に求められる、発電能力と冷却性能の分野で先行していますから、GCAP では、開発の主導権を握るのではないでしょうか。そして、IHI 社製の FX9 エンジンですが、小スペースし、将来の戦闘機に対応できる発電容量も実現していますが、発電能力と冷却性能の分野では譲るところもあるので、今後は、これまでの開発を活かし、実用機での採用を期待したいものです。ここで IHI 社について紹介します。IHI 社は、2007年、平成19年7月に、社名を変更しましたが、それまでは石川島播磨重工業株式会社という社名でした。江戸末期から160年以上の歴史を持つ日本の三大重工業の一角を支える代表的企業です。航空、宇宙事業、エネルギープラント事業を手掛けており、日本初のターボジェットエンジンを開発するなど、航空機分野において、ジェットエンジンの製造では、日本国内でシェア 60% を誇っているのです。現在、空自が運用している F2 戦闘機にのゼネラルエレクトリック社製 F110 エンジンや、F15J イーグル戦闘機のプラット&ホイットニー社製 F100 エンジンは、IHI 社がライセンス生産したものです。また、海自の P1 哨戒機に搭載されている F7 エンジンは、IHI 社が開発し、小燃費、低騒音が特徴で実用化、量産化されています。このエンジンは、ターボファン形式の高バイパスエンジンとして、民生品への応用も模索されています。海自のヘリコプター搭載型護衛艦の出雲、型や、ミサイル護衛艦マヤ型の建造を手掛けたのはジャパン、マリンユナイテッド株式会社です。この企業は、ユニバーサル造船と IHI マリン、ユナイテッドが合併して誕生した企業ですが、もともとは、IHI 社の造船部門から派生した企業ということなので、IHI 社の技術力の高さが実感できる証拠でしょう。
オーストラリアが原子力潜水艦を導入するとの発表は、世界が度肝を抜かれましたよね。今回は、未だに海上自衛隊の潜水艦親潮型をつなぎに欲しがっているを詳しく見ていきます。フランスとの建造計画が白紙になり、フランスは撃沈。その前は、日本がフランスに負けていました。原潜導入前に親潮型を欲しがるのは当然かもしれませんね。日本の潜水艦技術は、今や世界屈指の実力です。通常動力型では世界トップクラスでしょう。潜航深度も桁外れみたいです。2023年12月15日に、現在のオーストラリアで政権を担当するアルバニージー首相は、アメリカの議会がこれまで承認したことがなかった原子力潜水艦の第三国への売却を初めて認めたとして、歓迎のコメントを発した。これは、アメリカの下院議会が、前日の12月14日、2024年度分の過去最大規模の国防予算の概要を定めた国防権限法案を可決したことを受けての反応で、2021年9月に電撃的に締結された新たな軍事同盟、オーカスの大きな成果だと評している。オーストラリア、イギリス、アメリカの3カ国が締結した新たな軍事同盟のオーカスは、近年の中国が軍事力の拡大を背景にインド太平洋地域で推進している支配地域の増大に大きな抑止効果を生むことを目的としたものと言えるだろう。オーストラリアのアルバニージー首相は、今回のアメリカの下院議会の国防権限法案の可決を受けて、その内容は、オーストラリアがアメリカからバージニア級攻撃型原子力潜水艦を入手することを意味すると述べた。これまでにも、オーカスの締結によって、オーストラリアはアメリカから少なくとも5隻のバージニア級攻撃型原子力潜水艦を調達し、以後は主にイギリスとの協業で新型のオーカス攻撃型原子力潜水艦を建造する方向であると報じられてきた。今回のニュースはその動きを確固たるものとする政治的で具体的な第一歩であるとめされ、オーストラリアが直面している国家の安全保障政策上において、大きな節目となることを世界に示した形と言えるだろう。アメリカの下院議会が今回承認した2024年度分の国防権限法案は、総額でおよそ8860億ドルにも及ぶが、その内容には、オーカスに関するオーストラリア向けの攻撃型原子力潜水艦の売却に止まらず、ウクライナへの軍事支援も含まれてはいる。このところのロシア・ウクライナ戦争においては、アメリカからのウクライナへの軍事支援が危機的な状況にあるとの報道も多かったことから、その意味でも西側諸国にとっては歓迎すべき内容だと言って差し支えはないだろう。こうした報道を受けて、オーストラリアのマールズ国防大臣も、アメリカが第三国に原子力潜水艦の売却を承認したことは初の出来事であると発言しており、同国が寄せる期待がいかに大きなものであるかが伺える状況である。そんな攻撃型の原子力潜水艦の入手の進展に沸くオーストラリアだが、現状の潜水艦戦力は、通常動力型の攻撃型潜水艦のコリンズ級を、1996年7月から2003年3月にかけて6隻保有、運用しているのみで、その老朽化が課題となっている。コリンズ級は、水上排水量が3051トン。水中排水量が3353トン、全長が 77.8 メートル、全幅が 7.8 メートルの規模を持つ通常動力型の攻撃型潜水艦で、すでに最終6番艦の南京の就役からも20年以上の歳月が経過している。このコリンズ級は、スウェーデン海軍のメステルイエトランド級、水上排水量1070トン、水中排水量1143トン、全長 48.5 メートル、全幅 6.1 メートルをベースに大型化した潜水艦で、主兵装として、533mm 魚雷発射艦6門を艦首部に装備している。日本の海上自衛隊との比較で言えば、同時期に建造され、今は、実戦配備中の潜水艦としては、最古参の親潮型にほど近く、こちらは、基準排水量2750トン、水中排水量3500トン、全長 82.0 メートル、全幅 8.9 メートルとなっている。
親潮型は、ネームシップにして、一番艦の親潮が、1988年3月、最終11番艦の持ち潮が、2008年3月に収益を迎えた艦艇だが、すでに、一番艦親潮は、2023年5月に除籍、二番艦満ち潮、四番艦巻潮も練習潜水艦に変更されている。したがって、現時点で、海上自衛隊が実戦配備を継続している親潮型は、8隻を残すのみとなっているが、ご存知のように、海上自衛隊では、年に1隻ずつの新増艦を戦列に加える形を継続しており、2031年までには全てが入れ替わることが予期されている。四方を、広い排他的経済水域と領海とで囲まれた島国である日本にとって、海の防衛を担う海上自衛隊は、その戦力の中核に潜水艦隊を置いており、その維持と運用とは、自国の国防のようとなっていることは言うまでもない。現在の海上自衛隊では、こうした潜水艦隊を22隻体制とすることを、かつての防衛計画の対抗、現在の国家防衛戦略において明記しているが、現行の体制を敷くことが定められたのは、2011年度からで達成に至ったのは、昨年2022年のことである。2011年以前の防衛計画の対抗においては、海上自衛隊の潜水艦隊は16隻体制が敷かれていたが、中国をはじめとする近隣の国家の海軍力の増加を鑑み、6隻を増やして安全保障体制を強化する方針へ変更された経緯がある。したがって、それ以前までも、年に1隻ずつの潜水艦の新増艦の追加は行われていたが、切れば、裏を返せば、最低で、16年で、潜水艦は、実戦配備を外れる状態だったといえ、今は、それが、22年のサイクルへと伸ばされたということができる。こうした海上自衛隊の潜水艦隊の代替のサイクルに関しても、それに否定的な見解を示す一部の勢力からは、無駄に防衛費をつぎ込んでいるとの批判は、当然あったわけだが、このサイクルが、日本の通常動力型潜水艦の建造技術の蓄積にもたらした貢献は大きい。翻って、オーストラリアの潜水艦の運用状況に話を戻せば、現時点では、アメリカからの売却が正式に承認されたバージニア級攻撃型原子力潜水艦であるが、早くとも、その配備は、2030年代の前半とめされており、未だ、しばらくの時間を必要とする。そのギャップを埋める必要があるため、オーストラリアは、現行のコリンズ級に近代化改修を施し、運用期間のさらなる延伸を図るものと思われているが、そもそも、コリンズ級は、開発段階から、様々な問題にさらしられていた艦艇だった。コリンズ級は、一言で言えば、潜水艦の要艇とも言える静粛性に、大きな問題を抱えてきた経緯があり、他の不具合も少なくなく、信頼性に乏しく、一時期は、6隻中で稼働可能な艦艇は、わずかに1隻という事態に陥った時期もあったほどだった。こうした状況下、オーストラリアは、コリンズ級潜水艦の代替を進めるべく、プロジェクトを始動させ、2016年4月には、フランス、ドイツ、日本によるコンペの結果、フランスの提案を採用し、新たな通常動力型潜水艦アタック級とすることを決定した。フランスの案によるアタック級潜水艦とは、フランス本国で計画中のシフラン級攻撃型原子力潜水艦の機関部を通常動力型に換装するという手の込んだもので、決定時には一部で懸念する声が上がったものだった。当時の日本は、この時のコンペには、その時に自国でも最新型であった、双流型を提案していたとされ、一時期は、アメリカが、日本の、双流型の採用を推しているとの情報もあり、初の大型防衛装備品の輸出成功かとの期待も高まった。しかし、当時のオーストラリアは、国内の製造業の縮小傾向を政治的にカバーすることを、アタック級の採用にあたっても重視していたとも言われ、日本の場合は、双流型は、完成品を輸出する形しか提示できなかったとも伝えられている。それに対して、フランス案は、
オーストラリア国内での建造を条件に加えて提示を行っていたとも伝えられ、結果として、それが大きな決め手となって、アタック級の受注を獲得することに成功したとまで言われたほどだった。結果として、2016年のオーストラリアのこの判断は、猛烈な勢いで海軍力の増強を図り、南シナ海を手中に収めようとする中国の動きの前に見直しを余儀なくされ、また、アタック級の計画の遅延と費用の増大も、それに拍車をかけたと言われている。こうした流れから、コリンズ級の近代化改修に費用を投じるくらいなら、いっそ、バージニア級やオーカス級の収益までのつなぎに、再度、日本からの通常動力型潜水艦の調達の可能性があるのではないかとの声も一部で囁かれている。ただし、個人的には、これまでの経緯を総合して考えてみても、今更、日本が通常動力型潜水艦をオーストラリアに売却することが現実的にあり得るとは到底思えず、憶測の域を出ない見方だと感じている。最近やたらと聞くレールガン開発。なんと、日本が世界で初めて成功しているのです。今回は、このレールガンが複数枚の鉄板を打ち抜く性能を詳しく見ていきます。レールガン開発は、アメリカでも断念した開発です。日本が完成間近と小型化され、陸上自衛隊でも利用可能でしす。欠点は、電力の使用量が半端ないところでしょう。巡視船にも搭載できるのではないかと考えますし、次世代兵器となり輸出も見えてきます。今のメガネ内閣では無理だよね。2023年10月、日本の防衛装備庁は、かねてより開発を継続していた、電磁気力で弾丸を発射するレールガンについて、世界で初となる洋上におけるミー試験を艦艇に搭載して実施したと公表し注目を集めていた。当初は、いかなる艦艇に開発中のレールガンを搭載してこのミー試験が行われたのは防衛装備庁サイドからは伏せられていたが、その後の報道関係者らの取材によって、海上自衛隊が現在保有する唯一の試験艦アスカであったことが判明した。海上自衛隊で唯一の試験艦であるアスカは、住友重機械工業者の浦賀造船所によって、1993年4月に起工、1994年6月に進水、1995年3月に収益を果たした艦艇で、横須賀を母港とする開発隊群技術評価開発隊に所属している。この試験艦、アスカは、基準排水量が4250トン、満載排水量が6200トン、全長が 151.0 メートル。全幅が 17.3 メートルの艦体に複数のガスタービン機関を組み合わせたコグラグ方式の機関部を搭載、最大で出力4万3000馬力、速度27ノットを誇る。ちなみに、海上自衛隊における試験艦アスカは、同隊として初の総司階級の女性自衛官が乗り組んだ艦艇としても知られており、ジェンダーフリーの流れにも適応した経緯を持つことも知られている。試験艦アスカは、総建造費およそ278億円強がつぎ込まれた艦艇であるが、これまでにも、海上自衛隊の兵装面では、新型対戦ロケットの07式 VL の試験や、新型艦魚雷の1-2式魚雷等の試験を実施した経歴を持っている。また、2017年には、地上配備型の1-2式地対艦誘導弾を艦載型とした、17式艦対艦誘導弾の搭載試験にも用いられるなど、
近年の海上自衛隊の水上戦闘艦に向けて欠かせない主兵装のテストに用いられたことでも巧妙である。こうした実績を考慮すれば、今回レールガンにおいても、その試験の舞台にアスカが用いられたことは、必然であったといえ、当初防衛装備庁が、この試験実施を行った艦艇名を伏せた理由の方が、むしろ不思議に感じられるほどだ。かつて、レールガンの艦載化の試験を行っていたアメリカや、今も継続中とおぼしき中国では、その搭載は、揚陸艦などの甲板上の面積にかなり余裕のある艦艇が選択されていたこともあり、アスカの例は、その点からも異例と言えるのではないだろうか。さて、防衛装備庁であるが、この試験艦アスカにおいて実施した洋上におけるミー試験の様子を、同庁の公式の YouTube チャンネルである、防衛装備庁公式チャンネル上に、2023年12月頭に公開、その特性を紹介している。この防衛装備庁公式チャンネル上におけるレールガンについての紹介動画は、防衛装備庁の研究開発事業の進捗と題されており、わずか1分半強の短い内容でありながら、その性質を端的に示すものとなっている。まず、この動画内では、冒頭に2016年に地上で実施されたレールガンの実射試験の映像が使用されており、その弾丸の推進には、電気エネルギーを使用する将来的な兵装であることが述べられていることろから始まる。そして、電磁力で弾丸を発射するレールガンの特性として、これまでの作薬を使用する火砲と異なり、一弾丸の発射時の初速が非常に高速であること、に飛躍的に射程処理が延伸されていることや破壊力が大きいことを利点として挙げている。加えて、これまでに、レールガンの地上発射試験の発射時の弾丸の飛翔の様子をスローで映し出しており、発射後に周りを覆うカバー内から飛翔中に分離した弾丸本体が、敵である金属板を貫通する様子が収められている。この金属板は、通常の水上戦闘艦の複数枚の装甲板を想定したものであるとされており、これを撃ち抜くことは、対艦攻撃用の兵装として、十分な威力を発揮するであろうことが期待されていると視覚的に示す内容となっている。動画では、続けて、試験艦アスカに搭載されたレールガンの洋上発射の実際の映像が流され、その後は、CG で、発射後の弾丸が飛翔し、敵の水上戦闘艦に命中、これを貫通するシーンがイメージ映像として映し出される。その時のナレーションでは、こうした用途を早期に実用化するために、今も研究を継続している旨が語られ、映像の最後は、やはり、CG で、空中を直に向けて飛翔してくる敵ミサイルを、今度は空中で迎撃するイメージで締めくくられている。今回の動画内でも紹介されていた2016年に行われたレールガンの発射試験では、レールガン本体はおよそ 6.0 メートルで、口径は40ミリメートル。弾丸の発射時の初速は、秒速でおよそ2297メートルを達成。これは、マッハ7弱に相当するものだった。この時、地上での試射実験に使用されたレールガンは単発であったとされており、今後の実用化に向けては、当然連射を可能にする必要があるが、今回試験艦アスカに搭載されたものも、こうした連射が可能なものではなかったように見える。さらに、今回試験艦アスカに搭載されていたレールガンは、その口径も地上試験時に使用された 40mm よりも小型なものではないかとの見方が有力であり、威力という点で実際に期待できるものか否かは、未だ判然とはしていない。これまでに、日本の防衛省では、レールガンの開発予算として、2022年度におよそ65億円、2023年度におよそ160億円を投資しており、今年2024年度も、およそ238億円を概算要求段階で求めるなど、実用化に向けた動きを加速させている。現時点で、日本の防衛省は、このレールガンは、開発を、無人航空機の迎撃に向けたレーザー、マイクロ等のソフトキル兵器と並ぶ将来的に重要な装備品と位置づけており、今回の動画も、その熱意が非常に感じられるものだった。防衛庁や防衛装備庁が、ここまで開発予算を投下し、アピールする動画まで作成していることを鑑みれば、
レールガンの実用化に自信を持っていることは間違いないのだろうが、個人的にはアメリカが同兵器の開発を中止したことは引っかかる。アメリカでは日本より先行してレールガン開発、その艦艇搭載での試験までイギリスを代表する BAE システムズ社らと共同でこぎつけていたものの、兵器として実用化することにはメリットがないと判断した経緯がある。これはアメリカがレールガン開発を進めていた中で、艦艇搭載用のそれはおよそ 200km ほどの射程距離を想定していたが、この射程距離をはるかに凌駕する対艦ミサイルを中国やロシアが開発する事態に直面したことによる。そのためアメリカではレールガンを実用化する意味を喪失したと言われているが、そもそもレールガンの運用がそのままで可能な現行の水上戦闘艦はスムウォルト級ミサイル駆逐艦程度しか存在せず、その点もネックになったとめされている。アメリカ海軍の艦艇の中で主力をととめているアーレイバーク級ミサイル駆逐艦では、レールガンの運用に必要な膨大な電力を安定的に供給するためには大掛かりな電源設備の刷新が必要となると言われていた。無論アーレイバーク級に代わる次世代艦水上戦闘艦の開発も行っているアメリカ海軍だが、その新型艦 DDG-X の建造は早くとも2028年以降に開始予定となっており、すぐにある程度の数が収益することにはならない。そうした観点からもアメリカがレールガン開発を中止したことは理にかなった判断だったとも感じられ、逆に中国海軍はアメリカですら開発を諦めたレールガンを実用化することで自国の技術力を誇示する狙いがあると考えられている。日本でも水上戦闘艦に連夜が可能なレールガンを早期に実用化することはこうした状況下では困難と思われ、せめて電力供給は比較的な容易な地上用の対艦兵装としてまず実用化することが現実的なのではないだろうか。